予備のパン来ましたけどね、すごすぎる人で、今日は揚げパンとカレーパン買いに来ました。丹沢アンパンも欲しいから買います。はい、行ってきます。すごい買ってる。やってきた、明日も食べる。あ、はーい。チャンネル。胃袋もらう？あ、いらないか。揚げてんだよ、俺ね。もう先にカレードーナツが1個。はい。カレーが1個。ましたよ。気付けてお待ちください。はい、ありがとうございます。揚げたて熱。買いました。炭酸アンパン持ってる。はい。リンゴもあるよ。グレードアップって。そのままレンジで10秒。はい。ちょっと温めると。ちょっと温めると美味しいんだって。はい、美味しくなります。見つかったよ。これ何？パン用のカフェオレ？パン好きのカフェオレ買いましたよ。はい、飲んでみようか。飲んでみます。うん、見て、カレーパン、カレーパン美味しいよ。はい、大きいね、ホルスタインだね、でっかい。ソーセージ、ちょっとここで売ってるみたい、見てみます。キムチがいっぱい、やっぱね、いろいろ安いの売ってる。聖チャンネル。39度あるんだね。うん、すごい。触られてる感じ。うんって感じ。ジャージいるじゃん。ほら。可愛いの。うん、綺麗な子だね。可愛い。綺麗な子だね。綺麗。いや、こんな近くで体験できる、すごいね。ここでも似合わない、本当に。大きいジャージ。さすが清潔にしてるんで全く似合わない。勇者でこれだけ似合わないのは清潔にしてる証拠。すごいね。はーい。ちょっと。すごい。あ、食べてる。あ、みんな牛帰ってきてんだ。おー、でっかい。うん、大きい。ちゃんと自分で帰ってくんの、ほら。
おかえりなさーい。帰ってきた。うん。かゆいんだって背中かいてんな、あそこで。そこで。おかえり、みんなすごい帰ってきてる。うわー、いいとこ取れたね。ねえ、帰ってきてる。すごい。うわー。自分の場所分かってんの？すごいね。わー。あ、あら、すごいわかるんだよ。お利口さん。あ、帰ってきた。すいません、今お客さん入れてないで自分たちだけ入っちゃってんだ。ね、すごいことです。あ、来たよ。ここから分かってんの、ほら自分で分かって来たよ。はーよー。あ、そうですか。すごいですね。すごい。うん。危ないよ、あそこ。うん。帰ってきた。今帰ってきたから危ないから、ほら。はい、最後の牛ちゃん帰ってきた。ほら。お帰りなさい。うわ、大きいね、この子。この子大きいね。すごい。うん。帰ってきた。あ、来たかな。あ、来たよ。あ、来た。はい。暑かったね。すごい手慣れてる。はーい。すごいね。ね、こうしちゃうんだよ、みんな。これヤギちゃんだよ。羊の赤ちゃん。うん。美味しいね。うん。馬もいますよ。白馬。うん。白馬。泣いてる。近くで初めて見る。ね、馬もいます。はーい。でっかいウサギがいた。あのコッケーもいるじゃん。あー、来ちゃった。慣れてるね。餌あげるんだって、ほら。あ、そっか。餌ってご飯ね。ご飯食べる。ご飯食べる。かっこいいね、これ。服部牧場。うん。あー、かっこいい、この入れ物が。お母さんの方が下だね。ひごいお母さんなんだ、普通ね。子供たちよりさ、ほらお母さんが一番ある。この鯉のぼりあれだね、カカア殿下だね。わかる。ああ、はい。ラッシュボタンもよし。やってきた。ジェラート買います。なんかお菓子つけてない。キューリックのやばさんだ。キャラメルになってます。ジェラートダブルと、
ソフトクリームします。あ、いいね、こういう緑小学校。もう一つ選べます。こっち同じなの、エッチミルクとエッチミルクとどっちか。ジェラートなんだね、これね、すごいね、こうやって撮ってるの、ほら、すごい。あー、来た。はい、どうぞ、ありがとうございます。あー、来たよ、いただきます。はい、買ってきました。これね、これが1位のパン、1位のパンだよね。なんだっけ、エビカツで、これ食べます。で、ダンザアンパン、コーヒー味、こしあん、ピスタチオ、これはなんか少し温めたら食べると美味しい。